この道も昔は人が行き来してたが、黒の一帯が迫ってこのざまだ。誰も寄りつかなくなっちまった。俺の知ってる抜け道の一つさ。ガブはこの先だ。行こう。いつまでふぬけてる気だ。だがもう考えてみろクライブ。俺たちはまだ。ザンブレクの呼び笛だ。近くの砦は唐の昔に放棄されたはず。続きは後にしよう。俺は奴らの様子を探ってくる。お前はガブと合流しろ。いや俺は。いいか、頼んだぞ。Yeah!
な抜け道だ。相変わらず魔物だらけじゃないか。トルガ、何を？そいつを逃がすんじゃない！ガブ！なんだ？おい、例の脱走兵だ。こいつも始末しろ！邪魔をするな！生きて返すな！
プライム、何やってる。どこにいた。ガブガブ追われてる。何、怪我をしてる。逃げ切れないぞ。わかった。この雷に撃たれるのはどいつだ。クライム、お前は竜騎士をやれ。急げ。
これでよし。まったくお前らしくもない、こんなヘマしやがって。やつらの頓傷は漁ってたら見つかっちまってこのざまさ。だけど二人のおかげでなんとか助かった。ありがとな、本当に。で、収穫は？クライブ、例のクソ野郎の行き先が分かったぜ。ガブ、あれは？奴は今、ロザリアへ向かってる最中だ。従者とな。この目で、ザンブレク兵たちとやり合ってたのを見たが、あれは間違いなく、火のドミナントの力だったよ。そんなはずは。クライブ、あの時どういうわけか、お前は召喚獣になった。お前が、フェニックスを殺した火のドミナントかもしれん。だがお前は見たはずだ、竜巻にいたローブ姿のやつを。俺もあそこで見てる。やつはいたんだよ、クライブ。じゃああれは何者だ？さてね、それは分からん。分からんが、全てが明らかになってるわけでもない。きっと何か見落としてる。何を？フェニックスの祝福に誓いを立てて弟の敵を討つためだけに生きてきたんだろう。だったら自分で真実を掴んでみろ、それから死ねばいい。シド、俺礼を言うならガブに。ありがとうガブ。いやいや。渡り鳥を見かけませんね。黒の一帯の影響が広がっているんだ。急がないと。明後日にはロザリアに入ります。もう一度あの地へ。奴を止めるんだ。そしたらあいつ、巨大な火の竜巻を出したんだ。そいつはすごいな。ああ、また俺が話を持ってると。クライブ、彼女、目が覚めたわ。そうか。うん、言ってやれよ。さて、俺には野暮用がある。グッズ、出かけるぞ。ガブ、お前もちゃんと見てもらえよ。おお、肩の傷が痛む。死んじまいそうだ。え、何なの？ちょっとな。ほら、早く行こうぜ。チル。オーグリさん、かわいいね。親方にどやされる前に。ちょっとちょっと待つ。ほ
本当にあなたなのね。ジル。クライブ。生きてたのね。君も二度と会えないかと。体は大丈夫か？ええ、クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは驚いたよ。なあジル、よければ話してくれないか？なぜ鉄王国に？あの日フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。え？クライブ、聞かせて。一体何があったの？全て俺がやったことだ。そんな、あなたが召喚獣になってジョシュアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜、そうだ、あの男、俺に何か。何と言ってた？サンセス。見つけたぞ。何をだ？クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。ジル、俺は。わかった。なら、その服を着替えないとね。ここ、私の部屋なの。盛り上がるなら、よそでやって。ああ、すまない。あとでね、クライブ。出発する前に、支度を済ませておくか。次のベアラー保護に着いたのか。
まさかモーグリ族なのか。実物を見たのは初めてだ。森の奥に隠れ住んでいて人前には姿を見せない幻の蛮族。子供の頃に読んだ本に確かそう書いてあった。ネクタールというのか。俺はクライブだ。あ、なんとなくだが。それは大変だったな。何か用か。何が必要なんだ。よし、できたぜ。また来いよ。よう、クライブ。少しはここに慣れたみたいだな。悪くない場所だ。そいつは結構。実はまた頼みたいことがあるんだ。もちろんただでとは言わないだろ。それがここの流儀だ。お前も言うようになったじゃないか。さて、また隠れ家のみんなに料理を届けてほしいんだが、どうだ、やってくれるか。あ、いいだろう。助かるぜ。それじゃあこいつをエントランスに居住区、あとチカローに届けてくれるか。みんな腹を空かせて待ってるはずだ。任せたからな。新しい舞台を作る必要がある。あら、いい匂い。そろそろご飯時かしら。ああ、ケネスからだ。わざわざ持ってきてくれたの？なかなかラウンジに行けないから助かるわ。ずいぶん忙しいんだな。ええ、この子たちが話してくれなくって。それにチョコボクサイママお食事なんて迷惑でしょ。水浴びする時間ももったいないしね。チョコボたちのお世話に専念したいから。ありがとう。ケネスにもお礼を言っといてね。おう、どうした？あんた、まだこの牢に用があるのか？ケネスからだ。おっと、飯を届けに来てくれたのか。腹が減ってたんだ。ありがとうよ。ずっと牢の見張りを。そうさ、隠れ家の平穏を守る大事な仕事だからな。中のやつをほったらかしにはできないだろ。あんたももうここにはぶち込まれるなよ。おや、何か用かい？ケネスから届け物だ。おお、待ってたよ。じいさん、飯が届いたぞ。食えるか？彼はどうしたんだ？病み上がりで休んでもらってる。ここは療養所も兼ねてるからな。みんなの世話は俺の仕事だが、食事ばかりはそうもいかん。ケネスのおかげでいつも助かってるよ。あんたも届けてくれてありがとう。お互い頑張ろうぜ。これで全て届けたな。ケネスに報告しよう。お疲れ、クライブ。届けてきてくれたか。ほら、
約束の報酬だ。受け取ってくれ。ここのみんなはそれぞれの仕事をして助け合って生きているんだな。ここのことを分かってきたようだ。お前の働きも助け合いの一つさ。もう立派な隠れ家の住民だよ。だといいが。ああ、みんなも認めてる。これからの働きにも期待してるぜ。いいところに。どうかしたのか。わしの助手が土の採取に向かったきり帰ってこんのだ。もしも彼女の身に何かあったらと思うと、気が気じゃないとはこのことか。頼む新入り、様子を見てきてくれないか。わかった、行ってこよう。おお、ありがたい。彼女が戻ってきたら相応の礼をするぞ。それで、あんたの助手はどこに？ロストウィングの外れにあるゴールトン農場にいるはずだ。ベアラーが一人で出歩くのは危険だが、あそこは良質な土を採取できるのでな。彼女に何か起きてからでは遅い。一刻も早く向かってくれ。今の悲鳴は。大丈夫か？ええ、助けてくれてありがとう。あら、確かあなた隠れ家に新しく来た人よね。クライブだ。私はマーテルよ。よろしく。マーテル、なぜこんなところに？この辺りはベアラが出歩くには危険だぞ。でもまだ土を取り終えてなくて。なるほど。土の採取に向かった助手というのはあんたのことだったのか。またいつ魔物が出るとも限らない。土なら俺が代わりに取ってこよう。それじゃお言葉に甘えさせてもらおうかしら。この辺りで良質な土を採取してもらえると嬉しいわ。できれば何箇所か回って集めてちょうだい。いくつか取ればいいんだな。そういえばボフミルが随分と心配していた。早く隠れ家へ帰るといい。心配ね。まあいいわ。それじゃクライブ、お願いするわね。早速土を採取するか。何箇所か回って集めるとしよう。これくらいあれば十分か。隠れ家へ戻ろう。おお、戻ったか。それで無事だったかね。あんたの助手なら俺が助けた。
もう帰ってきてるだろう。そうではない。採取した土は無事かと聞いておるんだ。ああ、取ってきたが。これだよこれ。助手が持ち帰った分では到底足りんかったからな。これさえあれば研究がはかどるというもの。まずはエーテルガン有料のばらつきを調べて、それから。まさかあんたの心配って。そう、私なんかじゃなくてその土のこと。この人研究以外お構いなしなの。だがいいのよ、いつものことだから。彼の研究のおかげでこんなところでも植物を育てられるなら、あれくらいはご愛嬌よ。でもあなたには迷惑な話よね。どうせお礼のことなんて忘れちゃってるんでしょ。はい、受け取って。相応のお礼かはわからないけど、ここで作った果実をお礼にできたらよかったんだけど、まだ味が今一つなのよね。いつかとびっきり美味しい果実にしてみせるわ。楽しみにしてて。また何か入りようかい。ここを出る。世話になった。死人よりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。あ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。いいかい、のたれ死ぬんじゃないよ。ガブに挨拶しておこう。なんだ、出ていくのか。ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな。クライブ、今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。世話になった。ありがとうガブ。よせよ、俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。じゃ元気でな、クライブ。シードのやつ、こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。分かってるさ。ごめんなさい、待たせて。よし、行こうか。ええ。プレイステーション。